皆さんこんにちは、シンガーのみゆです。よろしくお願いします。はい、ちょっと元気が足りないですけど、はい、2階の方もぜひですね、お時間あったら、短い時間ですけどもお付き合いください。まずは皆さん知ってる曲、カバー曲をですねお届けしようと思うんですけども、とても懐かしい曲です。プリンセスプリンセスさんの M、はい、この曲皆さん若い方もいろんなねアーティストの方カバーされてるから知ってるかなと思います。よかったら一緒に口ずさんでみてください。
プリンセスさんで M をまず1曲目お届けしました。改めましてシンガーのみゆです。よろしくお願いします。はい、初めましての方ねたくさんいらっしゃると思います。私は富山出身で、今金沢に住んで活動しております。北陸はもちろん、関西や関東の方もいろんな場所で大きいイベント、ね、お祭りとかそういったところで歌わせていただいてます。ぜひですね、名前を覚えていただきたいので、皆さんの右手前の方にあります、CD とかチラシ置いてありますのでぜひぜひ、手に取ってみてください。はい、私ですね普段アメブロブログもやってます。 Facebook そして YouTube もやってます。PV とかね配信してますのでぜひ大文字で MI-YU みゆでチェックしてみてください。そして、カバーといえば私ワンオクロックさんのマイティーロングフォー映画のルローニケンシン、男性の方ね見られてると思うんですけども、そちらのねロックな曲をバラードでカバーして PV を出しています。その PV がなんと3万3000再生回数を迎えました。ありがとうございます。ぜひねチェックしてみてください。なぜかコメントが外国人の方ばっかりなんで日本の方もね、ぜひ聞いて、コメントをもらえたら嬉しいなと思います。そして YouTube 毎週週2回のペースで皆さんからいただいたリクエストをもとにアカペラで披露して配信してますのでぜひぜひそちらもリクエストください。さあそんな感じで次の曲も、今度は洋楽のカバーお届けしようと思います。ホイットニー・ヒューストンさんで I will always love you。
ていただきましてありがとうございます。改めましてシンガーのみゆです。この曲知ってるでしょ。ああ、ありがとうございます。はい、私のね、18番得意の鉄板の曲なんですけども、ぜひね、皆さん今日はみゆ名前を覚えて帰ってください。上の方もね、ぜひ下に降りていただいて、チラシありますから気軽に声かけてください。サインもさせていただきますので。さあ、先ほどいろいろブログとかフェイスブックね、あと YouTube も PV 出してますって言ったんですけども、 PV 見てね。ワンオクロック知ってるでしょ。知らない。るろうに剣心見た。見たの曲を PV バラードで出してるの。3万3000再生回数いっちゃったから、見て見てね、ありがとう、はい。そして、私先ほど言いました、なんと、私のオリジナル曲4曲入りで CD を今回即売させていただきます。ありがとうございます。税込み価格でね、はい、販売してますので、ぜひ、買ってください。そして、来たるもうすぐですね、私の2枚目のアルバムがなんと発売決定いたしました。ありがとうございます。そちらの方もぜひ PV をね、これから撮影控えてますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そんな感じで、まず今日発売してるね、販売してる CD の最後を飾ってます。 My Hero、 皆さんの大事な人、大切な人を思い浮かべて聴いてほしいんですが、そちらの方も PV 出てます。ちょっとセクシーにね、男性の方と絡んでる PV なんで、ぜひ見てください。それでは聴いてください、My Hero。
こかでお会いしましょう。みゆでした。どうもありがとうございました。よかったら CD チラシの方よろしくお願いいたします。